三原純子さん、本当の恥はこちらじゃないですか？自民党の三原純子氏が国会本会議において与党を代表して反対討論に立ちまして、野党を切り捨てました。野党の皆さんは年金を増やす具体策を持っているのでしょうか？具体策もないままいたずらに国民の不安を煽る、かつて民主党のマニフェストで華々しくぶち上げた出来もしない最低保障年金、あれは一体何だったのでしょうか？民主党政権の3年間、年金支給額は増えるどころか引き下げられていた。はっきり言って無意無策だった。安倍政権では今年年金支給額はプラスとなった。民主党政権の負の遺産の尻拭いをしてきた安倍首相に感謝こそすれ、問責決議案を提出するなど全く常識外れ、愚か者の所業と素知りは免れません。野党の皆さん、もう一度改めて申し上げます、恥を知りなさいの発言に対しまして、ネットでは賛否両論分かれているようであります。で、個人的にはこの三原議員の意見、それは一つの意見としていいと思います。ですが、本当の恥というのは、例えばこういった意見を国会上で表明しているにもかかわらずやじを飛ばす議員、民主主義というのはどんな意見でも一旦聞き入れ、そして最後に多数決で決めていく、つまりまず意見をしっかり聞くというのがスタートラインであります。そこに対してやじを飛ばす、これがまさに恥ではないでしょうか？そして最近もう一つの恥がございます。それは安倍首相が解散はないというふうになってから内閣不信任案を提出する野党、これも恥ではないでしょうか？解散も覚悟しながら不信任案を突きつける、これがそもそもの使い方ではないでしょうか？解散がないと分かってから出す、これもちょっと情けない話であります。こちらはマスコミにはない切り口をお届けしますので、チャンネル登録お願いします。またこの動画に対するコメントも待ってます。